富永博士、富永博士12月から1937年5月15日は、日本の内務、警察官僚、感染県知事、長崎市長、静岡県出身、衆議院議員、富永初、区の次男として生まれ、富永秀の養子となる、第三高等学校を卒業。1905年、東京帝国大学法科大学を卒業。 1906年11月、文官高等試験行政科試験に合格。内務省に入省し台湾家族となる。以後、鹿児島県事務官、兵庫県事務官、神奈川県事務官、道県勤務部長、徳島県警察部長、宮城県警察部長、石川県内務部長、山梨県内務部長などを歴任。1921年6月、佐賀県知事に就任。 1924年7月、長崎県知事に転任。1927年3月に辞任し退官。長崎市長に就任し、1931年3月まで在任。その後、長崎商工会議所顧問、第二本人造肥料監査役を務めた。父親の富永おこり宿は、横須賀藩目付役、不審奉行等を経て、維新後民部省、公部省、 水間県、長崎県などの管理を歴任し、明治35年に衆議院議員となった。姉の経緯は、園田幸吉の妻、もう一人の姉と死の子に、河津明。妻の愛は、札幌病院長、真島譲るの娘で、その兄、馬島あたしは、北海道宅食銀行従役。姉たちは、区内省児の田沢隆子氏、農商務省特許局長の先川三四。 工学博士、五十嵐秀介の長男などに嫁いだ。ありがとうございます。